皆さんこんにちは、エルザです。今回は上達するために攻撃で意識したことについて解説をしていきたいと思います。こちらについては過去でも紹介した動画があるんですが、その時は1対1、爆風といった対面をメインで紹介していました。とにかく当てる回数を上げて対面を強化していこうという話でしたね。ですが今回はよりメインの位置角やキルを取るためにどういうことを中心に意識をした方がいいのかという点を紹介したいと思います。最初の方はいつも通り普通にプレイした動画を流すので、解説が気になる方は概要欄から飛んでいってください。それではやっていきましょう。さあ今回もトラストを使ってやっていきたいと思います。さてどうなるかな。ちょっとね、雑踏ローラーしんどいのよね。雑踏のローラーね。なんで詰められないように前になるべく出たいなと思います。よし、ナイス位置。いや、相手のローラーちょっと暴れてるね。援護して。来る。よし。それは素直すぎるね。まあでも初動の位置角で有利は取れてるから。おお、取れた。いや、爆発や刺さるとこれぐらい当たるからいいよね。本来の性能。本来の性能。ほんとね、大変だからね。いる。で、まあとりあえずここから様子見で。左はもう無理だから。右高行きたいけどね、右高が取れてないからな。さあ、吸引機。ああ、ローラーいたね。おー、ナイス。いいね、味方のローラーさんがいい感じに。挟み撃ちしてる。あ、でもやられた。素直やな。素直やな、めっちゃ突っ込んでくるな。あれは取らないとね。あれは取れるようにならないとね。さあ、メガホンも刺さった。はい、エリア取って。これはこのままいけるか。ああ、いけないね。うん、インクが足りない。これはちょっと巻いとこう。これは。よし。よしよし。危ね危ね危ね。粘ってよかった、エイム。ああ、またローラーいるね。あ、ナイス味方。いや、取るけど。まあ一応取っとこうかね。まあバリア、そうだな、ちょっと相手のスペシャル回転上がってきてるからどうにかしたいけど、まあ吸引機はね、これで封殺して。吸引機に対して本当メガホンの圧はいいよね。まあ一回移動で逃げられるとしんどいんだけどね。ほら、ローラー、ナイス、取った。やっぱポイズンに対しては逃げてくれるから助かるね。ここ投げといて、左が来たか。どうしようかな、なんか右大丈夫かな。お、勝った。意外とあっさりだったね。まあこんな感じで思ったより、そうだね、ローラーの対策ができたのが良かったかなと思います。じゃあ試合の方終わったんでね、結構早めに終わったんで、解説の方行きたいなと思います。それでは本題に入っていきたいと思います。今回のテーマは上達するために攻撃で意識したこととなります。この武器自体の癖が強いので、攻撃といっても大変なことですよね。上達するにもこの攻撃を理解して当ててキルを取るということは、その一歩と言ってもいいかもしれません。どんなに立ち回りが良くてもキルが少ないと味方の負担も増えますし、ルールを進める上でも優位性が取りづらくなるっていうのがありますからね。そこで今回はキル数を少しでも上げるために感覚以外で身につけた方がいい意識を紹介したいと思います。まず1つ目は最後まで見るということです。なんだ見るだけかと思われるかもですが、意外と変わる部分ですね。他の FPS 競技でも動体視力や身の使い方っていうのは対面強化において重要な項目となります。これはスプラでも言えることですね。特にトラストで一角を狙うのであれば、ジャンプ打ちを多用するので見るというのは非常にシンプルな解決方法となります。まずジャンプ打ちですが、基本的にはイガちゃんのジャンプと軌道があるので画面が常にブレている状態となります。
的を狙ってジャンプだけをしてみるといいですが、無意識にネックルを合わせるように手を動かしていると思います。的を狙うだけでこれだけ動くということは、不規則な動きをする対面中はさらに画面の動きが複雑になるというわけです。こんな複雑な中、適当に見て打つだけでは、切るだけではなく当てるというのも非常に難しいことだと思います。どれだけ相手を最後まで見ていられるのかというのが、当て感を上げる上では重要となるわけです。じゃあなんで最後まで見るだけで当てれるようになるのかということですが、目を離した隙がそのまま攻撃のズレになるからというのが理由ですね。最後まで見ていた場合、相手に最後までレッツクルを合わせようとします。この差が実は当て感になってきますね。でも中途半端な場合、途中から勘で当てるようになるので、ズレが出るっていうことが多いんですよね。しかも狙う時間がコンマ単位で短いです。まあ、フレーム単位のゲームにおいてはかなりきついかなと思います。アスプラはエイムを合わせるのが難しいゲームですので、しっかり照準合わせれるように最後まで見るようにしていきましょう。意外とこれをするだけで当て感変わります。二つ目は、縦と横を使い分けるということです。意外とやるだけで対面の対策ができるので、簡単な対策かと思います。以前トラストなりの当て感の動画アップしましたが、敵の当たり判定を押さえておくだけでキルの精度というのは大きく変わります。特にカニタンクやジェットパックなどスペシャルに対して強気にいけるのがいいんですよね。また移動を対応する相手に対して横打ちを使うだけでキルを取れる可能性は上がったりもします。判定の適性が違いますからね。全てをジャンプ打ちだけで倒そうとするのではなく、横打ちをしっかり理解していると、それだけでキルの確率が上がるというわけです。縦打ちばっかりよく外れるという方は、そもそも当たり判定と攻撃方法が適正なのかというのを見るようにしていきましょう。手始めにカニタンクやジェットパックなど対策をしてみると実感ができると思います。3つ目は、粘り力をつけるということです。これに関しては最前線で対面強化をするために意識したいこととなりますね。正直、弓の上達をするには最前線にどれだけ出ることができるか、かつ生存できるのかが重要です。これが一番の課題と言ってもいいですね。大体ずっと使ってますが、毎回これが課題になります。その理由として、弓の対面はチャート違って、離れれば離れるほど射速、まあ弾速が遅くなり、直射も混ざるため当てるのが難しくなるという一面があります。トラストの攻撃特性となるわけですが、最適な射程を維持するためにはある程度前に出る必要があるというわけです。ですが、単純に前に出てよというのは簡単なことですが、できない人からするとかなり難易度の高い話になってしまいますよね。まずは追いかけられても大丈夫なように、イカロールやマップの色といったキャラコンを磨くようにしましょう。正直このキャラコンがあるだけで前に出る自信というか生存率はめちゃくちゃ伸びます。まあ、キャラコンイコール生存と言ってもいいくらいですので、連続イカロールやマップの移動短縮などは絶対覚えるようにしておきましょう。はい、ということで今回の解説に関しては以上となります。まあ、簡単に、ね、3つの紹介という感じでしたが、まあ、難しいんですよね。意外とずっと見るとかって結構やってみるとね、意識すると難しいので、まあ、試してもらうといいのかなと思います。じゃあ試合もまだ続いてますので見ていきましょうかね。なんとかエリアを取って抑え込み、左のここ取ってからね、キルが量産できると一番いいんだけどね。ああ、いいクーゲル、いやだな、クーゲルがね意外とね難しいだよねメイン強いし吸引機がね相性悪い。メガホン溜まってるとそうでもないんだけどね、メガホン溜まってない時がほんと大変なんだよな。あー、味方のおかげで取れた。もうギリギリ。あ、もうこのまま押し込めそうだね。あ、メガホンで時間稼ぎしつつ、パチッと。いやー、メガホンがいい感じに溜まったりとかしててよかったな。でも味方の打開も上手だったね。はい、ということで、今回はここまでとなります。ご視聴の方ありがとうございました。まだまだスプラの動画やその他のゲームを随時投稿していきますので、応援してくれる方はチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。